ですね、おはようございます。もう4時半になってしまいましたね。ちょっと1時間遅かったな。今日はですね、これから、この台風が近づいている中、またアホなことやってますが、愛知県の、岡崎市にある、ベーセクチェニさんというところの、APS カップの練習会にちょっと顔を出してこようかなと思っております。で、ちょっとね、本来この悪天候なんで家でじっとしておいた方がいいのかなってところもあるんですが、来月ですね、当社主催の、APS カップ公式練習会、これをですね、ちょっと愛知県の岡崎市、シビコというところのね、ショッピングモールで行うんですけど、ちょっとその打ち合わせも兼ねてね、ちょっと、練習会顔出していきたいなと思って行きます。さあ、ちょっと今東京なんですけどね、雨はそんなに降ってません。でもそれなりに降っておりますが、これからどんなことになるんでしょうか。とりあえずちょっと無理そうだったらね、途中で引き返してこようと思ってます。ではとりあえず、はい、行ってきます。今例えばゆいパーキングエリアに着きました。これ東名のね、旧東名の、東京から名古屋に向かう、いわゆる東名道路、東名高速、走ってるとね、寄りたくなるパーキングエリアなんですが、いやー、やはり来てますね。高波注意になっております。本当はね、素晴らしい景色が見えるはずなんですが、この波やっぱ帰りは怖えな、これ。とりあえずここまでノンストップで来てみました。さあ、また運転したいと思います。そうです。南行ったんだけどな。雨はね、実はそれほど強くないんですよね。来た、でかいよこれ。おーい、さあふざけてないでさっさと行きましょう。非常にね、順調に来ております。牧之原サービスエリアにやってきました。お前来たことあったよな気がする。バイキングみたいなとこ行って失敗したんだよな。なんか食べたいと思います。だいぶ風出てきましたね、さすがに。でも雨それほどではないんですよね。とりあえずちょっとコーヒーも買いたいんでね、寄ってみました。はい、これね、プレミアムとんかつ定食です。15分ほどかかるんですけど、頼んでみました。味噌汁、あっさりめで美味しいですね。すりごまね、もうすったんですけど。さあ、とんかつ、ちょっと衣が、衣が、はいと、へえ、すごいな、なんか。さあ、どうでしょうか、カット。ちょっと焦げてますね。ちょっと残念といった感じでありますね。これはでも味噌汁美味しいんでね、良かったです。B 号サービスエリアにやってきました。ここね、もう岡崎のベースエクシェンジさん行くときは東京から行くと、いわゆる旧東名の方だと最後のパーキングエリアになるんですね。すごいっすよ。マックもあるし、花丸うどんもあるし、吉野家もあるというですね、なんつうか有名どころが入ってますね。意外とマックってね、ないんですよね。で、これね、ビゴーフランクだったかな、前ね、
下り、なんか上りになるのかな、うん、食べたことあるんですけどね、肉汁がすごいんですよ。チーズを食べてみました。さあ食べてみましょう。うん、粗挽き、荒々しいですよ、荒々しい。あ、うまい。なんか美味しいハム食べてる感じ。ということでね、なんかマックでも買っちゃおうかな。マックって最近普段行かないからな。まあとりあえずもうすぐで着きます。あと10キロぐらいかな。来ないと。これがプレート、プレートがですね、紙元がこうやって並んで、みんなで並んで打てるという、一気に5レーン打てます。もうこれベースエクチェンさんのね、練習会の場所なんですよね。今こうやってシルエットになりましたけど、スペースでみんな5人ぐらい並んで打てますんで、非常にいい練習ができると思います。はいね、ちょっと紹介がバラバラになってますが、ベースエクスチェンジさんに着きました。もう2時間経ってますね。これ毎月第何日曜日なんですっけ。第3日曜日練習してると。練習会やってますよと。あ、いくらでしたっけ。1000円。安い。9時から12時までここで練習しております。皆さんね、はい、店で撮っとこうかな。出ます？出ません。じゃあここはお店です。バーン、お店の中こんな感じになっております。このシャツかっこいいでしょ。これ僕も持ってるんですけどね。こんな感じでこの狭しと商品が並んでおります。取っとこうかな。よいしょ。こんな感じで、まだね、営業時間前にやってもらってるんですよね、練習会ね。ベースエクスチェンジさんです。和食の里、これを横にありますんでね、これを目当てにしてきていただけたらいいんじゃないかなと思います。今日はあいにくの雨ですけど、でもまだそんな降ってないですね。で今日はちょっとこの練習会にお邪魔しております。
七個サービスエリア来ました。夜なんでね、うなぎ浜名湖のうなぎですよ。タレもあるんだけど、これ山椒だけでいいんじゃないかな。よいしょ。おお、山椒もマジなやつだなこれ。さあガブッと行ってみますか。あーうまそうだな、すげえうまそうだよこれ。ほら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 、行ってみまーす。ということで行ってきまーす。あーうめ、今年うなぎもしかすると初めてかもしれないな食べんの。タレはもういらないですね、かけなくて。うん、米もうまい、なんとも焼きたて。漬物は奈良漬けじゃないですね、もしかすると地元のものなのかな。大変美味しいですこれ。さあこれをね食べたいと思います。はい、浜名湖ですね。まあなんともどろどろしい雲ではありますが、実は今雨降っておりません。風もそんなないと。まあ台風はこれから来るだろうなっていう感じですが、ちょっと遅くなってるんですかね、足の方はね、台風の足は。まあ静かなもんですねこれ、意外とね。だからどんぐらい降るんでしょうかね。まあとりあえずのんびり帰りたいぐらいな気持ちですけど、まあ、いつ台風来るか分かんないんでね、なるべく急いでというか、まあ、寄り道しないで帰りたいとこですねと言いながらもう一箇所寄る予定なんですが、浜松餃子もうまいんだけどな、ちょっと胃袋を取っておきたい場所があるんでね、ちょっと弁当あれだけでも結構十分だろうって話なんですが、僕にしては抑えた方じゃないかなと思っております。ちょっとはい、寿司ですよ寿司。これね、なんだっけ、富士川サービスエリアですね。ちょっと寿司頼んじゃいました。やっぱお寿司屋さんの味噌汁は美味しいですね。さあ何から食べようかなっていうか、とりあえずマグロ食べてみますか。ガッとプロです。いや寿司はうまいっすねやっぱりね。さあこれをね食べていこうと思うんですけど、だいぶね風がやっぱり出てきてるんですけど、ここまで運転はもうすごい楽。むしろまあ雨もね、そんなでもないんですよ。非常にスムーズに来ております。プラネタリウムで休憩してきます。20分ぐらい。楽しみ。プラネタリウム、爆睡しました。月のやつだったんですけど、まあ、星は綺麗でしたね。また行きますか。おー懐かしいな、なんか。いやーコーヒー買ってる間に急に来ました。さすが台風の時と雨って感じですね。いっそこれダッシュだな、ダッシュ。さあということでここからは、まあ、海老名あたりでつかね、渋滞がどうなってるんですかね、まあのんびり帰りたいと思います。